皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、飛び抜けて接客がうまいのは考え物というテーマでお届けいたします。顧客満足度という言葉があります。英語ではカスタマーサティスファクション、まあ CS ですね。こう呼ばれています。もしかしたらですね、この CS って呼ばれ方の方が日本では一般的かもしれません。顧客満足度とは、人が商品やサービスを購入するとき、その商品やサービスに感じる何らかの満足感のことを言います。顧客は顧客満足を感じたときに商品やサービスを購入するとの考え方で、企業においてはその度合いを定期的に評価し、次期商品開発に結びつけたりするときに使うこともあります。そもそも顧客満足度は数値化することが非常に難しい。そして言葉がですね、その結果言葉が先行してしまい、なかなか行動がついてこないというのが現実でしょう。一般的には消費者に対するアンケートを実施して、その結果をもとにデータ分析を行って顧客満足度を算出します。日本ではサービス産業生産性協議会が顧客満足度指数というのを開発しています。これは顧客の購買行動に共通する心の動きの部分の商品やサービスを購入・利用してどのように感じたのかなどについてモデル化して顧客満足の構造を把握できる指数です。とてもですね、抽象的でよく意味がわからないんですけども、平成21年から実用化されているそうです。顧客満足のほか、商品利用前の期待と予想、商品を利用した際の品質の評価、価格への納得感、他社への推奨、継続的な利用意向の6指標によって、各業界や各企業のサービスを多面的に評価できる診断システムとなっているようです。今日の本物の商売を目指すポイントです。このように日本には顧客満足度指数がありますが、弊社クライアントで利用したということをですね、耳にしたことはありません。B2C のリアル店舗における小売業やサービス業で顧客満足度というテーマになると、接客やコミュニケーションがメインになります。どうしても人を介してのビジネスになりますので、人に焦点が当たってしまいます。そこで接客の基本である挨拶、笑顔、会話などを重点的に強化することがあります。当然、接客やコミュニケーション力が高まれば、顧客満足度が高くなる可能性はあります。ですが、そこを過信しすぎるのはどうかなと思います。B2C のリアル店舗における小売業やサービス業ではどうしても接客やコミュニケーションの強化になってしまいます。理由はですね、すぐにできることとやりやすいことなんだと思います。また数値化できないので、白黒つけにくい仕様であるということ。つまり成果がわかりにくくゴールが見えないということでしょう。顧客満足で一番大切なことは接客やコミュニケーションでしょうか。それ以前に商品やサービスがあっての接客やコミュニケーションです。ですから、販売する商品やサービスがなければ、接客もコミュニケーションも意味をなしません。現在のように変化の激しい時代は、顧客満足度を高めるには、ビジネス全体のコンセプトや商品やサービスのコンセプトを見直すことです。ビジネスで一番大切なことはこれです。接客やコミュニケーションは大切ですが、数値化できない上に、性格とスキルが人によって差があるので、一定のレベル以上になると、接客が上手な社員と、接客が下手な社員に分かれてしまいます。そうなると、顧客は接客が上手な社員についてしまいます。そしてその社員が会社を辞めると、顧客が離れていくという構図が予想できます。ですから、飛び抜けて接客やコミュニケーション力の高い社員がいるというのは、経営としては考えものです。むしろ、好感度を持たれるという視点ではなく、不快を与えないという視点で接客やコミュニケーション力の均一化を図った方が得策かもしれません。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。